ヒューストンに最初に導入された S70、S70 はドイツの鉄道車両メーカーであるシーメンスが路面電車やライトレール用に開発した車内の70から80%が低床構造となっている部分超低床電車。アメリカ合衆国をはじめとした北アメリカ向けに設計がなされている。この項目では S70 をもとにヨーロッパのドラムトレイン向けに開発されたアバントに ついても解説する。都心と郊外を結び、長距離の専用軌道を有するライトレール向けに2004年から展開が開始された形式。対抗性高張力工で製造された車体は、総重量を削減するため軽量化が重視されているのと同時に、アメリカにおける厳しい強度や安全基準を満たした設計がなされている。編成は三車体連接式で、 運転台側に、動力台車を有する先頭車体が、屋根状に、終電装置を搭載し、付随台車が設置された、車体長が短い中間車体を挟み込む構造となっている。編成長は、最短24.7メートル、最長29.4メートルから選択でき、自動連結機を設置する場合は、最大5両まで、総括制御による連結運転が可能である。 設計最高速度は時速1 0 5トルを想定している。車内全体のうち動力台車がある車端部を除いた70%が床面高さを3 5 0ト、mm、ルに抑えた低床構造になっており、乗降扉もその部分に設置されているため乗客は都心や郊外に設置された低床式プラットフォームから段差なく乗降が可能である。屋根上には 冷暖房双方に対応した空調装置が搭載されている。また、都心の平用軌道を中心に走行する路面電車やプラットフォームの長さに制限がある路線向けとして S70US、もしくはストリートカー S70 とも呼ばれる小型仕様の製造も行われている。三車体連接式の編成や低照率70%の車内構造は S70 と同様だが、全長24.7から24.8メートル級に縮めることで、交差点が多い都心の道路上でも自動車や歩行者の通行に支障をきたすことなく運用することが可能である。また、導入都市によっては最高速度が時速56キロメートルに抑えられている。2019年以降はこれらの車両の設計をもとに、IoT への対応による 運用、保守の効率化や、車内レイアウトの改良が施された、S700 の製造が進められている。メトロレール H1K テキサス州ヒューストンのライトレールである、メトロレールは、S70 が最初に導入された路線である。2004年に1月の開通に合わせて導入された、最初の18両は、H1K、2012年12月以降増備車として、 導入された19両は H2 型と呼ばれており、全面形状や高床部分の床面高さなどに差異が存在する。このうち H2 型は工述するユタ交通公社向けの車両と共に発注が実施された。これらに加え、2019年にはさらに14両の S70 の発注が実施されており、これらの車両は車内レイアウトを見直すことで通路を広げ、 車椅子やベビーカーの往来が容易になるよう改良がなされる予定である。サンディエゴトロリー3000系カリフォルニア州サンディエゴのライトレールであるサンディエゴトロリーでは2005年以降 S70 やそれを元にした部分超低小電車の導入が続いている。最初に導入された車両は全長27.6メートルの3000系2009年から 増備された車両は全長を24.8メートルに縮めた S70US 規格の4000系。2019年以降製造されている車両は S70US をもとにメンテナンスの簡素化や車内レイアウトの改良が図られた S700 規格の5000系である。リンクスブルーラインノースカロライナ州シャーロットで公共交通機関を運営する。 シャーロット地区交通局はリンクスという愛称の路面電車路線網を有するが、そのうち最初に S70 が導入されたのは2007年の開業に合わせて発注が行われたブルーラインであった。当初は16両が使用されたが、利用客の増加に伴い2010年に4両が増備されたほか、2014年にも路線延長用として22両の追加発注が実施され、 同年10月以降導入が行われている。一方、キャッツが運営する市街地のストリートカーであるゴールドラインは2015年の開通以降、旧型路面電車を模したレプリカが使用されていたが、延伸計画に合わせてこれらの車両を置き換えることとなり、2016年11月に6両の S70 がシーメンスに発注された。 全長は 25,908mm、定員は255人で、延伸区間の一部は、非電化の河川レス区間で建設されるため、車両には充電池が搭載される。延伸区間の開通は2020年を予定している。トライメットタイプ4トライメットが、ポートランド都市圏で運営するマックスライトレールには、2009年以降、路線延伸や旧型車両の置き換え用として、 S70 よび S700 の導入が実施されている。最初に登場した車両はタイプ4であったが空調やシートピッチが利用客の不評を買ったことから2015年以降導入されたタイプ5ではそれらを含めた改良が実施された。2021年からは高床車の置き換え用として電子機器の改良を伴う S700 規格のタイプ6が導入される。 タイドバージニア州ノーフォークのライトレール路線であるタイドでは2011年8月28日の開業時から9両の S70 が使用されている定員は150人営業最高速度は時速8 9トルで通常営業には6両を使用し3両は予備車として車庫に待機するトラックス2008年ユタ交通公社は ライトレールのトラックスの延伸計画に向けた車両として S70 を77両導入する契約がシーメンスとの間に交わされ2011年7月7日から営業運転を開始したプラットフォームの長さの関係上全長が24.8メートルに短縮された S70US として製造され2013年に開通したストリートカー路線である S ラインにも 塗装や前面の形状が変更された同型車両が使用されている。メトロ200系ツインシティーズとも呼ばれるミネアポリスとセントポール両都市にまたがる都市圏にはメトロと呼ばれるライトレールが存在する。2011年この路線を運営するメトロトランジットは路線延伸に備えてシーメンスとの間に S70 を導入する契約を交わした。車椅子利用客をはじめとした。 様々な利用客に配慮した設計となっており、油圧サスペンションにより床面高さを調節する機能が搭載されている。最初の発注分は2013年に営業運転を開始し、2014年までに59両が投入された。さらに2015年に5両、2016年に27両の追加発注が実施されており、そのうち2016年発注分は、 車内レイアウトの改良が行われている。アトランタストリートカー上ジ,ジア州アトランタの公共交通ネットワークであるアトランタマルタがアトランタ市内に運営するストリートカーであるアトランタストリートカーでは2014年の開通以降4両の S70 が使用されている。都心の平用軌道を走行することから 最高速度が時速 56km と遅めに設定されている一方、車内の座席配置を見直すことで収容客数の増加を図っている。また車内には4カ所の車椅子スペースが存在するほか、床面高さが調節可能な油圧式サスペンションが搭載されており、停留所から段差なしでの乗降が可能となるなど、バリアフリー対策も多数講じられている。 リンクライトレールワシントン州シアトルを中心とした路線網であるリンクライトレールを運営するサウンドトランジットは2021年以降に実施予定の大規模な延伸計画や列車本数、編成量数の増加に合わせ2016年にシーメンスとの間で122両分の S70 の発注契約を交わした。さらに翌2017年には30両のオプション分の 追加発注が実施され、合計金額は6億4250万ドルとなった。2019年に最初の車両が完成し、翌2020年から2024年にかけて納入が行われる予定である。アリゾナ州フェニックスを中心に公共交通機関を運営するバレーメトロのライトレールであるバレーメトロレールは路線延伸や 利用客増加への対応から2017年に11両分の S70 の発注を実施した。運用開始は2020年の予定である。カリフォルニア州オレンジ郡に2020年以降、開通予定のオークルストリートカーには、8両の S70 が導入されることになっている。2018年に、オレンジ郡運輸公社によって発注が行われており、10両の 追加発注も可能なオプションも契約に含まれている。カナダのオンタリオ州オタワの都市鉄道である王、トレインの一環として、市内を南北に結ぶライトレール路線が計画され、その建設にシーメンスが携わったことにより、開通に合わせて S70 の導入が予定されていた。だが、オタワ市議会での採択により、計画自体が中止されたため、これらの車両が製造されることはなかった。 上記の北アメリカ向け車両をもとに開発されたヨーロッパ向け車両はアバントと呼ばれており2019年の時点で鉄道規格で建設された路線を走行するトラムトレイン用としてフランス国鉄が導入している編成は5車体連接式で中央部の車体は台車がないフローティング構造である路面電車と普通鉄道という線路条件や 安全基準が異なる路線を直通するため、直流 750V と交流 25KV 双方の電圧に対応可能な構造になっているほか、事故の際の安全対策のため車体の強度が増している。車体や内装のデザインについては、ドイツミュン編ンのインダストリアルデザイン企業であるデジタルフォームが手掛けている。フランス国鉄ではアバントに、 U22500 型という形式名を付けており、フランス発のトラムトレインとして2006年に開通したパリの T4000 向け25両、ミュルーズ中心部単管を結ぶトラムトレイン向け22両が製造されている。そのうちパリで使用されている車両のうち1両について、2017年以降に省エネ、低騒音、メンテナンスコスト削減などの効果を持つ、 三菱電機製の走行風事例式の屋根状設置型変圧器への乾燥を実施しているアバントに関するカテゴリーありがとうございます。